観葉植物は漢字の通り、葉っぱを観賞する植物です。なので、花があんまり咲かなくて、葉っぱだけ観賞するような植物は、全部観葉植物だと思い込んでる人がかなり多いかなと思います。確かに状況や環境によっては、室内で管理し、育てることは可能かもしれませんが、植物には適材適所っていうのは必ずあります。極端な話、室内で育てられるものと、室内では育てられない観葉植物が世の中にはたくさんあります。また、その観葉植物の育て方や管理の仕方も植物によって違うんです。人間にも様々な性格の違いがあるのと同じですね。どの観葉植物も一緒ではいけません。ほとんどの観葉植物は冬のないところで生息していますので、気温が15度を下回ると生育が止まってしまいます。水はあまり吸わなくなり、肥料も必要としませんので、秋の肥料が残っていれば取り除いてください。冬は寒さで葉を落としやすくなりますが、外側の葉が黄色くなったり落としたりしても冬を越すための自然現象ですので、慌てないようにしましょう。慌てて日光浴させたり液体肥料をあげたり、たっぷり水をやらないでくださいね。そうすると必ず枯れてしまいます。冬は暖房の効いた日当たりの良い窓辺に置くのが最適です。また夜間の窓辺は冷え込むことがありますので、夜だけ防寒の必要があります。種類によって耐寒性は異なりますが、10度を下回るとほとんどの観葉植物は冬越しができません。どうしても10度以下になる場合は、水やりをさらに控えて鉢をプチプチなどで巻き、根を冷やさないようにしてください。また冬は空気が乾燥しますので、葉の水分が奪われて傷むことがあります。常温の水を入れた霧吹きで毎日葉水を与えましょう。霧吹きは何度しても良いですが、午前中の暖かい時間にしてくださいね。観葉植物は冬でも光合成をしていますので、光は必要です。冬は秋の生育期に蓄えられたデンプンを使って越冬しています。このデンプンは少しずつ減っていきますので、できるだけ日当たりの良い環境で光合成をさせて、このデンプンを補給してください。冬は常に温度を管理して葉水で冬越しをしましょう。春が近づいて新芽が展開し始めたら、通常の水やりを再開してください。このチャンネルは苔玉、観葉植物、多肉植物や盆栽の基礎についての有益な園芸情報を毎日配信しています。チャンネル登録していただき、次の動画をお待ちください。また明日お会いしましょう。